こんにちは、クデンバイ高弘佐藤のデザイナー、タクこと佐藤高弘です。スタッフのあさみです。よろしくお願いします。本日は、YouTube 動画の、企画として、クデンのサムライモードシャツ1から、今最新は、サムライモードシャツなごみまでの、シリーズのご紹介をさせていただきます。シャツがすごく多いので、どれを買ったらいいかとか、どれがどういう特徴があるのかわからないというお客さんに向けて、シャツのご説明と、あとクデンのシャツは実はシャツ1シャツ2という形で、バージョンアップしていくような形です。これはクデンのすごく特徴でありまして、iPhone のように、デザインが、バージョンアップしていくというようなブランドの方針をとっています。で、なぜこういう方針をとっているかといいますと、大量生産大量廃棄の、アパレルの業界の問題を、なくそうと思って、弊社では、そうですね、ブランドのコレクションというものを、廃止しています。秋冬、春夏秋冬、みたいな形でのシーズンごとのコレクションっていうのをやめていて、僕がこれはいいな、これはすごく、いいデザイン、10年愛せるようなデザインが、できたなって思う時に、服が生まれるという、方式をとってます。でなおかつ一旦出来上がった服をもう次のシーズンでは作らない、売らないということはしないで、作ってみてお客様の声とか、僕もこうしたらよかったなって思ったことがあったものをリファインしてより良いデザインに昇華していくっていうことをトライしてまして、今現在シャツ2になっていて、もちろん今からご紹介するシャツ1もありました。こういう形で今日はシャツの歴史をちょっとお話ししながら、どのシャツが皆さんにとってお好みのシャツかっていうのをちょっと比べていただくための情報になったらいいなと思って作ってます。はい、じゃあ、まずですね、こちらのすみません、バーッと並んでるんですけど、ちょっと、インサートでオズモポケットでちょっと撮っていきますね。まずはちょっと、あすみちゃんちょっとどいてもらっていいかな。はい、まずはこれが、サムライモードシャツ1初代ですね。でこれからちょっと動いていきます。これが現行のサムライモードシャツ2のものになります。で隣がこれがちょっとですね、サムライモードシャツシリーズとはちょっと違うんですが、サムライモードジュバンシャツ、襟が、付け替えができる、タイプですね。よくみさまるさんがモデルで着ていただいているやつです。で次が最近、これが、だいぶクデンではご好評いただいています、サムライモードシャツ2カーサネのカラー&カラーというものになります。で隣がこれもサムライモードシャツ2重ねの、これはレースタイプですね、レースカラータイプ。それでこれが、お隣が最新鋭の最新のモデルで、サムライモードシャツ2なごみという形で、今まではコットンのすごくいい高級コットンを使った、シャツだったんですけども、これは、ポリエステルの、高機能ポリエステルでリネンライクという形で、すごくシワができにくかったりとか、UV カットだったりとか、そうですね、発汗吸収発汗かな、というものが優れている、高機能シャツですごく、着心地がよくシワになりにくい、なごみシャツというのが、これが歴代の、シャツのシリーズになります。じゃあ一個ずつ1で、ちょっと行ってきましょう。そうですね、まあ、もう一回ちょっと撮ってきます。なごみ、重ね、カラー&カラーのエリエスタイプ、重ね、カラー&カラー、こちらがジュバンシャツ、シャツ2、これが、シャツ1という形になります。はい、じゃあまずシャツ1からですね、これが歴史的に一番最初に作ったシャツになります。シャツ2とシャツ1の違いですね、ここでこういうふうに撮って
ていただくとちょっと分かるんですけども、一番の大きな違いというのはシルエットの差ですね。僕の方がやはりモードのファッションがちょっと好きなんで、タイトめでシャープなシルエットがすごく好きです。そのためにワンではどちらかというとボックス型のデザインを採用していたものを、こちらのシャツ2では多少逆 A ラインにして、ちょっとシルエットを絞ってより刀のようにシャープな印象を与えるような形になってます。それとですね、ワンの時にどうしてもその女性のお客様から胸元がちょっと開きやすいかなというご意見いただいたんですね。それなので胸元のところのデザインとか機構とかパターンをちょっと直させていただいて、シャツ2ではワンのシャツよりも少しその襟元が胸元が開かないっていうふうにデザインを工夫することになります。なので1と2で一番違う大きなポイントは、まずシルエット、それから次は襟元の開きやすさの改善っていうのが大きく改善したところであります。それが今回のシャツ2というのが、これがこれからご紹介するすべてのベースのポイントになります。こちらシャツ1からシャツ2にアップデートしたときに、襟をよりシャープに、また胸のはだける感じをなくすために、紐の結ぶ位置っていうのをデザイナーが見直しました。なので、1から2になった時の紐の位置がだいぶ変わっています。で、あとややそのついてる紐の長さも実はこちらの方が長くなっていて、通常のシャツと比べてここ好きなところ好きな位置で結ぶことができるので、やや胴回りを買ってくださったお客様一人一人が一番いいジャストサイズのところで結べるような機構になっています。はい、そうですね。それから、このシャツの特徴としては、着方がですね、ボタンではなくてこう紐が入ってます。中の方にも紐が入って、紐は2箇所で留める形になっているのと、そうですね、ちょっと今手元に出していただいて、こちらの中ですね、こういう形で紐になるので、多少そのサイズがちょっと太っちゃったとか痩せちゃったってなっても、ここら辺で微調整ができたりとかするポイントになります。あとはですね、今の紐の機構とこの着物襟があることによって、とっても風通しが良くて涼しいという形ですね。見た目こんだけシャープなシルエットにこだわって作ってるんですけれども、とても実は着てる人はすごく楽っていうのが久伝の服の特徴かなと思ってます。見た目しっかりでも着てる人楽っていうのが、うちのブランドの服の共通しての感想をいただけることかなと。あとは、よく着物系の、他の他社さんのブランドさんなんかではないんですけども、クデはやっぱり、フォーマルっていうところ、ちょっとのモード系っていうことなんで、こう胸ポケットなどもつけてるようなデザインを心がけております。あさみちゃん、反対側にちょっと向けていただいてもいいですか。で、後ろ側としてはこういう形で、本当に後ろから見ると普通のドレスシャツと見まがうばかりのシルエットで、すごくシンプルなものになってます。ボタンなんかも実はプラスチックではなく、貝ボタンを実は採用させていただいて作ってます。環境にも配慮しています。なので本当に上質なコットンと貝ボタンを使った本当にモードなシャツになったかと思っています。はい、それではジュバンシャツですね。続いてはこれが、またちょっとサムライモードシャツ2とは亜種という形になってるんですけれども、これが、半襟パーツを付け替えていろいろとお客様で遊べるようなシャツになっています。あ、ちょっとじゃあ浅見ちゃんお願いします。これですね、実はここのパーツが取り外しできます。別売りで、例えば別の柄だったり、あとはレースがついていたりなど、いろんなパーツをご用意していて、今同血色の白がついてるんですけども、だいぶここのハイエレのパーツが変わるだけで印象が変わります。はい、それとあれですね、汚れてもこのハイエリパーツだけ売ってますんで、襟周りが汚れたら
付け替えるという形もできます。袖の部分がこれは、シャツ2と違って、首丈になっていてちょっと短めになってます。これは、サムライモードジャケットとかうちの服を着た時に、シャツの部分が出る感じをちょっと加減させていただいてバランスをとっている形になります。なので、シャツ2以外 このジバンシャツに関しては袖はちょっと短めになるというのはデザインのポイントになっております。あとはこちらですね、胸元のこの3つのボタンがつけていて中でもボタンが留めてありまして、外してもらっていいですか。そうですね、こちらも中でボタンを1箇所止めて、すぐ3箇所ボタンを収めることによって、切るような形になっています。で、もしちょっと胸が大きめな方で、ちょっと開いてしまうという方には、実はちょっと特別に服用のマグネットをお付けさせていただいて、ハイルのところに潜ませていただくと、胸がマグネットで開きにくい、形にっていうこともできますので、そうですね、ここら辺の部分にマグネットが、ハイルの後ろに隠れて見えないようにつきますので、それで、カバーをさせていただくようなデザインになっています。反対に注意します。はい、背中のこちらのゴムでできたシャーリングが入っていて、コルセットのところからシャーリングの、ドレープがきれいになるように、デザインをしています。背中から見たのがとても僕の服のデザインの特徴がすごく詰まっていると思います。これはどこから着想を得たかというと、やっぱり着物をきれいに着るとですね、背中の帯のキュッと締めた横から見た S 字のライン、着物のしなやかな S 字のラインというのをシャツで再現することができないかと思って、こういう形でコルセット、着物には珍しいコルセットという形を作らせています。で、こちら女性だけが着ていただいているだけじゃなくて、男性もご購入いただいて着ていただいているという特徴があります。はい、これが最近すごく皆さんに好評な、サムライモードシャツ2をベースに、実はですね、静岡県にちょっと滞在した時に紀宮神社というところでちょっと息子と面談してる時に、思いついた服であって、巫女さんからこうインスパイアをいただいて、素敵だなと、これをちょっとデザインでアレンジしてお客さんが楽しめるように作れたら素敵だろうなと思って考えたのがこのサムライモードシャツ2重ねと言います。で、重ねというのがやっぱり、レイヤードは着物の基本というかですね、楽しみの一つになってまして、それをですねシャツで、手軽に楽しめないかなということで、こういう形で、カラー色とカラー襟がツートンになるっていう形で、重ねカラー&カラーという名前がついております。これはブルーとホワイトかな、他に、ホワイトブルーですとか、いろんな色が揃えてまして、これがですね本当にジャケットを羽織ってこの、重ねを着ていただくだけで本当に着物にね見えるような形で、皆さんご愛用いただいてとっても嬉しいなと思っております。で、こちらの、種類別というのが、これがまたちょっと大人可愛いというか、カラーの部分がですね今度は襟がレースということで、サムライモードシャツ2、重ね、レースカラーモデルという形になります。白のレース、黒のレースモデルがあって、これも実はですね男性のお客様が着ていただいている、本当にうちの服は、男性女性海外国内、もう下は19歳の10代から上は60代のお客様で、一緒に同じ服を着ていただいているというのがすごいですね、ありがたいことだなと思うのと、あとはやっぱりその着こなし方、着るお客さんによって服の表情が変わるっていうのがすごく特徴だなと思ってます。それは僕は一重にデザイナーが作りたい服を作ってるんではなくて、お客様が主役の服をデザインするっていうコンセプトで作っているっていうことは皆様に伝わってるんじゃないかなと思って、デザイナー冥利に尽きるところでございます。で、次はこちらですね、先ほどお話した重ねの、ごめんなさい、サムライモードシャツナゴミというものになります。デザインはシャツ2ベースなんですけれども、生地が、
高機能ポリエステルでリネンライクなものを、使用させていただいてます。ちょっとあさみちゃん触ってもらって、生地感とか結構柔らかん、落ち感がすごくあのリネンっぽい感じになっています。で、はい、シワになりにくかったりとかですね、あの、UV カット、それからあの、まあ速乾吸収みたいな形で乾きやすいって方があるんで、まあ、旅先とか日常使いにあのもっとリラックスした雰囲気のものが欲しいというお客様の声からちょっと作らせていただいたものがあります。今までのものがちょっと、シルエットがシャープで、生地もあのコットンでピンとした凛とした感じの雰囲気が、まあ、こちらはナゴミという名前の通りこうリラックスで普段着に緩く使っていただくようなイメージで作らせていただきました。はい、今足早ですけど、はい、サムライモードシャツの遍歴をワン、ツー、何個かな、シャツ数だとシャツサムライモードシャツだとワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、5種類そうです、ね、でまあ地盤シャツはちょっとまあ、 あの地盤シャツもいずれちょっと2作りたいなって思ってますんで、地盤シャツは1っていう形になってまして、本当にこれは他のブランドにない面白いところかなと思っています。やっぱり着物ベースにしている着物というのがやっぱ偉大で、ワンデザインで、幅広い年齢の方があの、まあ、柄を変え生地を変ええー、いろんなそのバリエーションだけで、対応していく、もともと完成度の高いデザインである、日本の、 あの伝統の、文化であるっていうところがやっぱりでかかったかなと思いながら、あのそれをいかにね、洋服に落とし込んで皆様に、そうですね、味わっていただくか、でこれを味わった後には伝統的な着物に行ってもらってたりとかですね、もしくは伝統的な僕みたいな伝統的な着物も楽しむけど、普段忙しかったり、カジュアルに着たい時はこういう僕の口伝の服を着て、楽しんだりっていう形で、着ていただけたらちょっと嬉しいかなと思って、あのデザインを一生懸命頑張っています。じゃあ、僕ばっかりちょっと喋っちゃったんで、もう客観的にあさみちゃんとかスタッフのちょっとあのお気に入りポイントなんかちょっと聞きたいんですけど、あさみちゃんこの中でどのシャツが一番お好きですか？いやどれも大好きなんですけども、強いて言うのであれば今お客様から特にご好評いただいてるのがこちらの重ねシャツなんですね。色いいですよね、やっぱりね。っていうのもこれ 一番あのカラーバリエーションが豊富なんですよ。あのサイトの方でぜひチェックしてもらいたいんですけども、そうですね、ボディとこのカラー、この白いところですね、これだったらブルーとあのホワイトのこの組み合わせが結構いくつかあります、はいはい、これが結構、まあ、バリエーションも豊富ってところで見てて楽しいっていうのと、あとは他の自分の服と合わせてみたらどんな風な着こなしになるのかなっていうのが一番こう想像するのが楽しいのが、うんうんうん、こちらの重ねシャツになるのかなと思います。ただ私個人として一番思い出深いのがどうしても こちらのシャツ2なんですね、はいはいはい、っていうのもこうシャツ1出した時にあのもっとよりよくできないかっていうところでデザイナーがすごくあの考えてくれたりとか、私も着物を着る上でやはりここの襟合わせってすごくどうしても気になっちゃうんですよ、うんうんうん、ね、っていうところで結構苦戦というか、あの皆さんからこう意見いただいたりとかしてデザイナーが取りまとめて、そうあのよりよく多分パターナさんと僕もパターンを詰める時に、はい、本当数ミリ単位でデザインを積んで、ここもうちょっとこうつまんでこうしましょうみたいな形ですごく作り上げていって、本当にあの研ぎ澄ませていったシャツかなとは思います。これのだから完成度が高いから重ねとかマゴミっていうのが生まれたのかなとはちょっと思ってます。そうですね、なので特にその開発の時点ですごく思い出があるのが私はシャツ2になります、はい、ちなみに高さんはどれがお好きなんですか？シャツ2、なかなか聞かないですけど、シャツ2とナゴミですかね。あと、実はこれがやっぱりプライド&ブライドというあの、まあ、地盤シャツですねをはあのやっぱり思い入れ深くて、このコルセット、そうですね、うん、僕男性の僕がコルセットをデザインするみたいなことってあんまないと思うんですけど、すごくやっぱこれはあのやってて面白かったし、でこれもやっぱりまだあのブラッシュアップしたいところがあるんで、地盤シャツは2をやってもよりちょっと襟とかもまだあのちょっとに、ね、僕らもちょっと人員が足らなくて、なかなか襟が増やしたりとかできてなかったんで、これをもっともっと僕はあの増やして、
なんだろう、これぞ僕のデザインっていう感じがこれはするので、すごくこのジバンシャツはすごい思い入れがあります。あ、そうですね、あとジバンシャツの場合は襟を付け替えれるんで、襟、その付け襟の半襟パーツっていうのも捨てられそうになった羽織とか着物っていうのを、リサイクルをしていくっていう形で使ってますんで、そちらも意義があるものかなと思っています。なんかパーツが多くてギミックが多いので、もう僕の服っぽいなっていうのはちょっと思い入れで、次にはジバンシャツかなと思います。ありがとうございます。こんな形で、今後もちょっと公田の服 の, ご紹介をちょっと店舗がない分、皆様にお伝えしていこうかなと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。